サハラ・介ツスケに月四4日から1932年7月17日は、明治期のジャーナリスト。意味名は、木本、筆名は、小上え客。訓後東随法省東京生まれ。東京府立中学、神田教立学校を卒業し、1893年、慶応義塾大学部法律科を卒業。弁護士増島61郎の事務員となり、 1899年時治新報に入社し、毎日新聞、朝日新聞の通信員となる。上海にて、チャイナガゼット社に入り、上海マーキュリー新聞編集長となり、上海日報を発刊。上海における日清両国のくさびとなる。外務省の推薦で新投げされた、国際通信社の上海支社主任となり、小畑た文と一時期。 東和道文書院で英語を教え、東和会にも関係し、1926年には満州に移り、皇典の政教時報社長として、時事問題を論じ、満州国の言論会で重きをなした。沢原文庫を立ち上げて、満州国に寄贈。太平洋会議の委員として政府に、品情勢の意見を発表し、日露戦争中は、上海を中心として、 特殊任務に従事て貢献し、バルチック艦隊が投降するに至りその進路を、調知して、訓六等水法上を賜り、ついで大正3年の日独戦争の際にも、特殊任務に従事、十六位を送られ、訓五等水法上を授けられた。ありがとうございます。